筑波学院大学は、茨城県筑波市東三丁目一番地に本部を置く、日本の私立大学である。1996年に設置された、大学の略称は、筑波学院。東京家政学院大学を母体として1990年に、東京家政学院筑波短期大学として開学。1996年の4年生大学科の際に、 東京家政学院筑波女子大学に名称変更。それまでの短大は同大学短期大学部として存続。さらに2005年4月に女子大学から男女共学化して現在の名前になった。ペデストリアンデッキ東方から第20回キロボルトアンペア祭り各コースには2年次より分かれる。各コースはコース名を構成する科目群のような扱いで、 卒業のためには、コース科目として設置されている科目を16単位以上履修することが求められる。2011年度1年次入学生より、コースをまたいで履修することも認められるようになった。付属体育館とサッカーグラウンド付属図書館、つくばキャンパスのみの単一キャンパスで、つくば公園通りというペデストリアンデッキがキャンパス内を通過する。 ペデストリアンデッキの西側に公道と1号館、2号館、大食堂が東側に付属図書館、テニスコート、体育館、ゴルフ練習場、グラウンド、駐車場がある。キャンパス前景左からグラウンド、体育館、1.2号館。手前は、松見公園。野球部公式野球部は、東京新大学野球連盟に2006年に、 加盟したが、同年の周期リーグ戦に参加しただけで2007年に、一旦脱退した。2009年周期リーグ戦より再加盟したが2011年に、再び脱退した。筑波学院大学の学園祭は、キロボルトアンペア祭と呼ばれ、毎年10月下旬の土日に開催される。キロボルトアンペアとは、筑波学院大学の母体である、東京家政学院大学の創設者大江進が、 提唱した、リベラルアーツの精神であり、ナレッジ、バーチュー、アーツの頭文字を取ったものである。キロボルトアンペア祭では、模擬店やステージでのイベント、お笑いライブ、企画展示を開催するほか、オープンキャンパスを兼ねていることから、進学相談や入学説明会の開催も同時に行っている。近年では声優を呼ぶことが多い。国内大学、ありがとうございます。